皆さんこんにちは。店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。私、反省しなければなりません。先ほど、なんか、ちょっとね、私よりの先輩の方だと思うんですけど、ちょっとね、お見えになりまして、あ、すいませんと。あ、はい。CB190SS って在庫してますかっていうおっしゃったんで、まあ、在庫ありますかですかね。あ、ないですね。すいません、ちょっとお取り寄せだけになっちゃいます。あ、わかりましたってそのまま変えられちゃったんですけど、いや、すみません、ちょっと待ってください。ですね、やっぱりちょっとせっかくわざわざ来ていただいたんですから、やっぱりね、まあ、どこから来られ、もしかして遠方から来られてるかもしれないじゃないですか。やっぱりね、まあないんですけど、まあそれはしょうがないんですが、さすがに在庫して、でまず並行輸入車、まあそんなこと言ってもね、あれなんですけど、そう難しいですよね。で、最近やっぱりお問い合わせいただくんですよ。例えば TF125 とかね、TS185 とかね、で在庫ありますかってことでやっぱりいただけるんで、ただ在庫してないんですよ。基本的に新車はいわゆる販売できる、まあ、とりあえず見るっていう形であればね、例えばキムコの車両であれば3台置いてあるんですけど、だそれ試乗もいただけ できますし、試乗車としてね、3台あるんですが、他のいわゆる並行輸入車は置いてないんですよ。申し訳ないですね。で、まあ、それしょうがない。まあ、もう置いてないんでね。で、だけどね、やっぱりそのまま、すぐ、ない、あ、つってお返ししちゃうんだよね。ちょっと、他の作業、やっぱ作業してたんで、やっぱりなかなかね、はい。作業してなければ、またちょっと、余裕があんまなかった。余裕なかったんですよ。はい。それで、はい、つって終わっちゃったんですけど。あ、すいません、ちょっと待って。どちらからお見えになったんですか。あ、そうですか。ね。わざわざ お見えになってね、申し訳ないですね。って、ちょっと、ないもので。ってでね、いう話ができたかと思うんですが、ね、そうすればね、またもしかすると、あ、じゃあってね、それでもね、まあ、ちょっと見てみたいっていうね、やっぱり気持ち、お分かりじゃないですよ、まあ、分かりますよ、やっぱりね。ただやっぱりどうしても、これが大手さんであればね、靴下さんとか置いてないんですかね、CB190SS はやってないですかね、ただ、靴下さんも置いてないんですよね、在庫ね。私も柏にある靴下さんとか行って、いわゆる靴下さんが売ってる輸入、並行輸入で売ってるね、車両あるかなと思って、やっぱないんですよね。例えば昔 CBF190X とかあったんですけど、ないんですよ。置いてないんでね、まあ、ちょっと私の場合はただの実物みたい、ただそこで買う気なんか全然ないんで、見たいなと思うだけなんでね、ちょっと見てと思ったことはあるんですけど、やっぱりないんでね、まあ、見ようがないんですけど、もちろんね、普通はちょっと買いたいな、実車見て良ければ欲しいなと思いますもんね。そのあたりがね、まあちょっとどうすることもできないんで、ちょっとあれなんですけど、さあそんな感じで、私ランツァーのブレーキ後ろ前にちょっと早く組み立てて動けるようにしなきゃいけない。なぜかというとですね、ちょっと近所の方なんですけど、 GP125 キムコの、それをちょっとね購入しますっておっしゃっていただきまして、ありがとうございます。すいませんって言われるんですけど、ありがとうございます。なので、ちょっと今からっていうことでね、になるみたいなので、ちょっとまだ時間はね、1時間以上あるんですけど、ちょっと、はい。で、ちょっと、これはもう洗浄してる時にね、お電話いただきました。先日来てお見えになったんですよ。はい。それで、要は、お安くなりますか、なんか、少し、なんか、なりますかっていうことで、ああ、ちょっとならないですっていうね、あれです。はい。そういう感じの時の、お話の時のあれでございます。はい。で、まあ、うちとしてはですね、うちでできることは、まあ、あります。で、自賠責はなんかね、ご友人の方がやってる、なんか、代理店やってるんで、でそっちで入るでもいいですかとおっしゃるんで、ああ、それは全然構わないですよ。自賠責どこで入っても値段一緒ですから、これ一流のとこダメなんですよね。やっぱそうです。やっぱ二流なんだな。そうですよね。これ一流のお店だったら、あ、それはできませんって言っちゃいますよね、例えばディーラーとか絶対ダメですから、車検とかでもね、ダメって言うんです。うちでその場合はもう全て受けないっていう。すごいですよね、それが一流なんですよね。まあ、見方によってはやっぱり自分のやり方は絶対曲げないっていうね、変えないっていう、このやり方でやるっていうことですよね。そういうのがやっぱりしっかりしてるから、やっぱりみんなディーラーに行くんですよね。私もディーラーにディーラーのディーラー目指して
やるべきなのか。いや、まあまあ、小町の個人売却で終わった方がいいんじゃないのって勤めればいいんですよ。そしてそこで、あのね、社長まで潜り詰めればいいんですから。なんてこと言ってんですかね。雇ってくんないですからね、50過ぎ、50、まだ50になってない。まあ、もうすぐ50。雇ってくんないですよね。ランツァはアルミピストンですね。いいですよね。やっぱアルミピストンがいいですよね。アルミですよね、これね。樹脂ちょっとわかんないですけど。まあ、まあ、あれでないことは、いわゆるメッキのピストンじゃないことは確かですね。で、これ組みましたからね。はい。スポッターね。そして、個人的にはいらないんですけど、パッドスプリング。個人的にはいらないっていうのはちょっとあれですけど、うん、パッドスプリングない方がいいんですよね。これ動きが悪くなるので、パッドの。うん、まあ、ただ、カチャカチャ音がしちゃうんで、ちょっとレーシーになっちゃうんですね。残念だな。やっぱり、チャンス、まあ、チャンスっていうのもあれですけどね。なかなかね、難しいんですよね。私もそういう営業的なね、あれをね、勉強してるわけじゃないので、営業マンとしてのね。やっぱりこう、来た人を逃さないっていうかね、わざわざ来てくれてるってことは少なくともね、例えば、買う気が 1% しかなかったとしても、それを、そういう人をね、こう、下げてくれるっていうね、しなきゃいけないですね。誠に申し訳ないことして、そこでうまくじゃない、そこでやっぱりね、やっぱ気持ちよくね、まあ、買う買わないは別として気持ちよく帰っていた、ね、お帰りいただくっていうのがやっぱり重要ですからね。非常に残念だな。なかなかほら来てくれる人 いらっしゃらないですから、来ないですよ当たり前ですけどね、お見えにならないですよね。そういう中にあってね、こういうので足を運んでいただける、ありがたいことですよ。余裕がないとね、自分に余裕がないとね、やっぱり。だからやっぱああいうのいいですよね、ディーラーとかでね、分業、完全分業制でね、ああいう方がいいですよね。だからほら、ね、メカニックは基本的にはね、直接対応しないですから、ね、自分のところ、その仕事をまずずっとやってないよね。で、営業の方から、ここでこうなんだけどって言って言われて、あ、わかりましたつって、いいですよつってできるパターンですからね。分業じゃないと言い訳を一生懸命している店長武蔵であった、ね、パッドピンどうしましたかね。パッドピンね、パッドピンどうだった。何分バラしてから時間が経っているのにね、これパッドピンですね。1本じゃないですよね、2本ですよね。2本投げたんですよね。もう1本どこですかね。ひとしきり反省。あ、ない。あ、パッドピンがどこかに行ってしまった。組み立てられないじゃないですか。なんでなくなっちゃうかな。もうかなり置いてありましたからね。1ヶ月以上ずっとで、部品とこれトレードが一回切り返したりしてることがあったんで、それでなくなっちゃいましたかね。まあいいや、とりあえずちょっとじゃあダメだから真っ赤を先に組み立てますか。出口はね、もう少しっていうところでお金がなくなったら大変かわいそうだね。まあね、それはね、日清のこういう別に普通の日清の買って組み立ててもいいのかもしれないですね。ですよね。ヤマハのは高いんですよ。これがついてくるんで、これいらないじゃないですかね。再利用できますから。これこっちかな。結構これ広げていなきゃいけないんですよね。それがよっ、よいしょ、入りましたね。これ入れるのミスってね、切れちゃったんでね。過去にあるんですよ。まだ始め、まだバイクやってそんなに立ってない。バイク屋なんて言えないような、バイク屋じゃない時かな、なんか入れたら切れた。
入れようとしたらうまく入れられなくて、うん、組み立てやめますかね。パッドピンパッドピン新品、うん、あるかな、パッドピンあればね、こういう感じで、これ入れるんですけど、これをこう 組みながらこれを入れるんですよね。これね、こういう感じにしてね、それがちょっと特殊ですよね。ここの部分はもうこっちにくっついて、要はこういうやり方がやっぱいいんですかね。今ね、日清さんのはみんなそうなってると思うんですけど、先ほど、私グリス使いましてね、あれグリス使いましたね、あのブレーキやるときね、出したかどうな、あれなんでないなくなっちゃったかな、戻しましたか、戻しましてない、あ戻した、ちょっとシリコングリスを塗って、そして、スナップリング、なんですか、スナップリングプライヤーですかね、こういうの、これをだからこれ組みながら、後ろはこれ組みながらできないですよね。ここにつけたままシリンダーだけ抜いてとりあえず入れ替えるみたいなね、まあ、できないことはないけども、かなり高等技術が必要、シリンダーだけ入れ替えるっていうよりもちょっといろいろ手間がかかる。うわ外れるですよね。でこれでこう押す、これで押さえながらですよね。ああ難しいですよね、こんなに、あのっていかない、途中まで入ってもドライバーでちょっとツッツッとつついて入れる、ないか、先の細いドライバーで、これでこう、これなんていうんですかね、スナップリングでいいんですかね、うん、入りましたね、入りました。でこのブーツもちょっと塗っときましょう。こんなもいいのかな、グリス固まりますもんね、塗ってあるとね、あの油分が飛んで、よいしょ、キャリパーマスターじゃないんです、キャリパーやんなきゃダメなんです、キャリパーを、キャリパーをつけないと車体動かせないまずいな、そっちを先にやらなきゃやっぱダメですね。マスターは別に後でもいいんですよね、部品がないんじゃできないじゃないですか。さあでこんな感じで見ね、あの通常のあれになりまして、そしてそう、これ見てくださいよ、これが純正初めについてたやつ、ほらここにちっちゃな開いてますよね、でピンが入ってるんですよ、抜け防止のね、でもほら新しいの入ってないじゃないですか、いらないってことなんですよ、いらない、逆にそんなのがついてるからやりづらいじゃないかと、ですよねだから面白いですよね、そういうのがね、うん、であそっか、これボルト2つだ、これで止めなきゃ、で硬い、あダメだ、入らないじゃないか、でこれを入れて、なんで入らないの、斜めになる、
ネジがダメだって嫌ですよね。はっ、よかった。とにかく何が起きるかわからちょっとね、ちょっと難しいんですよ、うん、器用じゃないんでね、うん、こうセットしてやんないと入らないんですから。でまあ、あと微調整はね、後でつけてから。あ、そうだ、あとここに、これをこうねつけるんですけど、オーリングがあるんで、それがこれですね。いろいろと、で、やっぱり、ね、メタルラバースプレーを持ってるんですよ。でメタルラバースプレーはブレーキフルードにくっつくと溶解してしまうという作りなので、こういうブレーキの組み付けにいいんですよね。塗っといても全然問題ない。そして、これですね。入りました。でこれ用のスナップリングがあってあるんですよ。でこれはここで止めると。むずいな。これもやっぱ入りました。でとりあえずここまでは完成したので、これは組み付けるんですけど、ホース、新しいホースに、ここのクリップは昔古いやつそのまま使ってますけどね。でこれをここに挿してでクリップを、あ、硬い、さすがにクリップ硬いですよね。ね、ラジオペンチみたいので広げて通して、こういう感じでいいですかね。そしてこれを、こういう感じなのかな。こういう感じですか。とりあえずちょっと仮止めで、あ、そっか、ブレーキホースつなぐのにバンジョーがこれ入らないんですよね、確かね、うん、外すときそうでしたもんね。これは後でやる。これを何とかしなきゃいけない。このままキャリパーだけ戻してパッドだけ後から入れられますかね。パッドは後から入れられるんですかね、うん、だからこのままやる。グリスを、すごいグリス入ってる。グリスを入れて、で、こっち側は金属同士なんで、おお重い。ゴムブーツは大丈夫ですね。まとも、これはまともですね。さて、そのところで、よいしょ、ここになんか下にブレーキのパーツが広がってしまっているんですよ。
GP125 あとはそれがトラブらなければトラブらなければ点ですけど、ね、いいですけどね。そればっかりは私にはどうすることもできないんで、今まで販売したのはなんか特に何もないんで大丈夫ですけど、絶対はないんでね、まあ、どちらかというと細かいね、まあ、言葉があんまりあれかもしれないですけど、まあマイナートラブルみたいなね、そういうのはやっぱりねあったりするみたいですけどね、話によるとですけど、うん、うちのはちょっと、ね、うちで販売させていただいたのはとりあえずそういうのはないわけですけど、聞く話によるとね、いろいろと、あ、そんなのあるんだっていうのありますよね。さて、そしたらば、これもホースちゃんと繋いでからじゃないと厳しいですね。いろいろと考えさせられる車両ですね。盤上ボルト。盤上大丈夫ね。錆びてない。全然ね。で、これ新しいシールワッシャー入れて。前に私たちバイクさんで100個入りっていうのを1個買うより1個入りを100個買った方が安いっていうね、不思議ですよね。ちょっとねそしたら100個入り買いますよね。あ、いや、1個入り買いますよね。1個入りを100個ね、そしたら買った方がいいけど、1個1個みんな箱にパッケージに入っててバラすのが大変でしたね。無駄なことをしました。ゴミがね出るし、新しいブレーキホース、これを使いましょう。初めにセットしとかないと締められなくなっちゃうんですよね、これね。どうしてこういう作りなんですかね。こうか、こうじゃないですよね。変なんですけど、ここにまず締めとつなげとかないと後から入れられないんですよ。スイングアームが当たってしまって、なんか手じゃ締められない。どうかと思うな。そしたらこれを取る。これがやっぱり、あれ、ビューリングは入ってないの？なんか変。こっちは入ってる、ビューリング。変だな。アクセル、
閉めたら。なんでこんなに遊びがあるんだ。ん？ん？何かが変ですね。なんだなんだろう。なんだ。これ以上いかないもんな。とりあえずちょっと仮締めで。遊びがあるんだ。何かね、ちょっとね、わからない、なんかおかしい。おかしいですね。でも前回バラして、ホイール外してタイヤ入れ替えた時、その前はちゃんと組んであったんだから、何かおかしいですね。パーツリストで確認だ。わからない。なんか足りない。何かが足りなくて、サイズが合ってないですね。ちょっととりあえず、一回片付けて、お客様が見本になるから、わからないから、それは結構言ったんですね。なんだろう。わかんないな。こうか。とりあえずホースだけはちょっと止めて。難しい。わかります？何が難しい？難しい。動画を撮ってね、うまくいかない、いろいろね、うまくいかないことがあるんで、そうするとまあ編集でね、カットすれば済むことなんですが、やっぱりね、なるべく編集しないでやりたい。そうなると難しいですね、やっぱりね。何でもかんでもスムーズにいかないですもんね。これは入らない。
リンはこのままこっち側に行く。まだね、部品がほとんどなんかついてない部品がいっぱいあるんで、ホース大丈夫ですね。取り回しはもうそんなに、うん、ホースは大丈夫。思ったより、うん、普通です。さて、そしたらちょっとパーツが変なんで、なんだろう、スイングが広がるわけないから、なんだろう、何かパーツが足らないんでしょうね。でもそれしか考えない。ただ外してそんなに何かやった記憶はない。うまくいかないことが結構もう多々あるんですよ。でいいとこだけね。で、まあ、ちょ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 っとね。そして、ね、アップできれば一番いいんですけど。アクセルがよくわからないんで、とりあえず一旦ちょっと片付けて前に。そして、部品パーツカタログじゃなくてもいいのかな、サービスマニュアルでいいですかね。ちょっとサービスマニュアルを見ながら、何が部品構成見て合ってたらおかしいですよね。 どうしたらいいのかわかんない。リアクセル、何かしらが足りないのかな。うん、それしか考えられないですけどね。おかしいですね。別に外して何もあれしてないと思うんですけど、リアアクセル、ホイールないですね。ホイール、フロントフォークでしょ。これか。ないぞ。構成部品が、ブレーキでしょ。7番ベアリング、あ、そうだ、ベアリング2つ入るんですよこれね。そうかそうかそうか、反対側、そうか、ベアリングもう1個入るんだ。だからそれをないから入れてなかったんですよ。とりあえず、ああ2個ないやって言って、とりあえずでもう1個じゃあ後で注文して来たら入れようと思って、その状態だからですね。勝ってん。じゃあ後でね。後でやらせていただくという感じでございます。さあ、そんな感じで、店長武蔵チャンネルいかがでしょうか。こんなことですね、なんか毎回あれあれなんて思いながらやったりしてるわけですよ。で、だから何でもかんでもね、パッパッスムーズにパッ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 ってできればね一番いいんですけどね。そうじゃないことが多々ありまして、はい、お見苦しいところも多々あるかと思いますが、はい、あと、あれがないじゃないですか。パッドピンがなかったんですよね。パッドピンどっかに落っこっちゃったんですよね、多分ね。1本しかないから。かなり置いてあるんでね、開けてね。何ヶ月か経ってますもんね。そう、ちょっと他にもいろいろなあれがあって、あれやったりこれやったりってことになっちゃって、ちょっと、おざなりになっていたんですよ。おざなりのなんとかは歌があったかと思いますが、はい、そんな感じで店長武蔵チャンネル、ここまでですね。お付き合いいただいた皆様ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。